岡といえば明太子、すごい力ある、あの子感性一緒なんじゃないかと思ったのが鈴木さんだったらしいんです。ジェンダーレス、エイジレス、体ボンレス、グラリオサ男です。わいざいまー。はい、ということでですね、わしは今回福岡に来とる場合、福岡にあの男友達がいて、じゃあ休みできたし遊びに行ってみようみたいな形で行ってみて、でその人たちと一緒に太宰府天満宮、新元号の令和にまつわる場所みたいなところで、ちょっと令和になったし行ってみようみたいなところもあって行ったり、あるいは糸島、いろんなもうインスタ映えする写真を撮るようなスポットになってて、お店とかもすごいおしゃれなところを回ってみたり、博多の阪急さんで桃色クローバー Z の10周年記念展みたいなのがやってて、狙ってとかじゃなくてたまたま来たらそういえばみたいになって、こういった限定のマス、飴の入ったマスだったり、カンカン、こちらこう全員分のがあってみたいな、この中にはクッキー入ってますね、でこっちは飴、そう、そうやって遊び回って、そして夕飯を食べて少しお酒なんかいただいてホテルに戻ってきまして、ここからわし得意の夜食タイムにしようかなと思ってます。ですので、あの大阪の時に一緒にディナーをみたいなやらせてもろたじゃないですか、それの、まあ、続きって言い方もなんだけど福岡バージョンやってみたいと思います。やっぱり福岡といえば明太子ということで、こちらは、消防庵さんのあごだし明太子。いやー、もうやっぱ明太子福岡といえば、そしておむすび村というテイクアウトできるおむすび屋さんがあるんですが、そちらの方で柏のおにぎり、柏っていうのは鳥のことですね。あの大阪でも柏とは言いますけど、東京の人とかって馴染みあるのかな、まあ、地方地方によって呼び名が違うからちょっと分かりにくいかもですが、一緒に食べながらちょっと語りたいと思います。うわぁ、見えますか、うわぁ、すごい力ある。明太と柏のおにぎりいただいちゃいたいと思います。イートダクインマウス、こうやっぱりこうかな、もう贅沢にこれもいっちゃいます。ああ、総合おいしい、ピリッときますし、このプチプチっていう感じ、うん、ご飯のおかずとしてはもう最適、なおかつお酒とかにも合うから、やっぱ福岡来たら明太子はいっちゃいますね。うん、そして柏のおにぎり、おいしい、なんだな、これはおいしい、なんかこう鶏の味わいもして、うん、ご飯自体に染み込んでる感じで、この茶色になってる意味もわかります、おいしい、うん、うん、そういえば大阪で一緒にディナーの時にね、お笑い始めて事務所を目指したみたいなところまでかな、話したのはそれの続きっていうのもなんですけど、あのわしに似てる塚地のインタビュー読んでみて思ったこととか、こんなこと書いてたなっていうのをちょっと紹介したいなと思って、なんか読んだところによると、インタビュー記事をプロダクション人力車っていう事務所に入ったらしいんですけど、脱サラして始めるっていうので24歳から始めたんですって。今でこそ年齢いってから始める人多いんですけど、本当にいなかったらしくて、周りはやっぱ18区の高校卒業したてぐらいの子たちが大半だったみたいで、24は相当遅いと懸念してて、出身は大阪だけどやるからにはなんかキャッチーなことしないと世には出れないだろうというふうに目論んだみたいで、そういえば東西融合のみたいなことをキャッチコピーになんじゃないみたいな、で大阪の人間と東京の人間が組んでるってなかなかなかったから、ちょっと東京でやってみようかってなったらしいんです。でもちろん弟子入りとかは仕方わかんないんで、学校に通おうと思っていろいろ調べてたら、まあもちろん
大阪にね NSC 吉本の学校がありますけど、東京にもあって、大阪でやらずに東京に行くんだったら東京の事務所みたいなところでやりたいなって思ったら、その当時は人力車の養成所 JCA っていうのしかなかったんですよ。あったのかな、なんか私が読んだその養成所ガイドみたいなのには人力車のがあって、もともと人力車っていうのは竹中直人さんとかシティボーイズさんとか高田純次さんとかがいたって書いてて、講師として皆さんが来るって書いてたんですよ。で、わしさっき話したみたいに年齢遅く始めることに、あ、わしじゃないな、わしじゃなくてわしに似てる人が年齢遅く始めるっていうのがコンプレックスみたいなふうに思ってたから、その方々の名前を見た時に、あれ、この人たちっておっさんだけど面白い、若手じゃないけどちゃんとした地位を築いてて面白いみたいなのがあったから安心材料になったんですって。なので、あ、じゃあここならわしやっていけるかもしれないみたいなことで、しかも講師に名前を連ねてるってことは教わることもできると思って、で、よし人力車にしようってなって、オーディションというか面接みたいなのが養成所入るのにもあって、エチュードとか大喜利チックなこととかを即興でやってみたいな感じで終わって、一部屋に集められて合否を発表するみたいな感じになってたんですよ。オーディション受からなかったらどうすりゃいいんだみたいな思ってて緊張してたんですけど、受けた人は全員合格しました、面接官みたいな人の胸ポケットから全員分の合格証書みたいなのが出てきて、胸ポケットから出んのかいみたいな、なんかねちょっとした雑な感じも思いましたけど、でもそれで晴れて人力車の養成所 JCA に通うこととなったのです。わしに似てるつかしかね。それで楽しみにしてるじゃないですか、講師陣。その名前を連ねてた竹中直人さんやらシティボーイズさんやら高田純次さんは一度も来ませんでした。ひどい話です。でもそれに至るまでに来たりとかいろいろあったみたいなんで、ちょっとフォローの方もさせていただきます。午前中だいたい基礎トレーニング、みんなでアホな歩き方をしながらぐるぐる回りましょうみたいな、こんな顔しながらぐる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 みんなでずっとふざけた感じで歩いたりとか、早口言葉系のとか、ほんと基礎的なトレーニングしてましたね。言葉のキャッチボールみたいな、パーンって投げてパンって取るっていう、その取り方みたいなのが、投げて取るんじゃなくてこう受けるみたいなのが、それが間につながるみたいなこととかもしましたね。結局役に立ってんのかな。で、午後は講師の方々が来られて、作家の人とかディレクターの人とか芸人さんとか、わしらの時はアンジャッシュが来たりしてましたね。あ、わしじゃないっていうインタビューを読んだんです。コンビを組んだ状態で入ってくる人とかもいたり、わしに似てる塚地なんてのは一人で行ったから相方を探してるわけじゃないですか。で、相方をどんな人にしようかみたいな時も、本当に学校と一緒で、まず最初は隣の人と組んだんです。だから塚地さんの相方は鈴木さんじゃなくて別の人でやってたんですって。でもその人と組んだものの、その人もボケをしたい、ネタを書きたい、で塚地もネタを書きたい、ボケたいってなってたから、友達成り立てで釣り寄ることもできず、ネタ見せするときはその子が書いたネタをその子ボケでやって、でその後に塚地が考えたネタを塚地がボケるバージョンでやってって、毎回ネタ見せで2パターン見せてたんです。そうするとネタ見せされてる講師の方は意味わかんないじゃないですか、毎回2を見せてきてどっちかを選べみたいなことになって、これはなんかこう無駄なことしてんなみたいなって、養成所の生徒たちがバッて集まって食事してる時に、元塚地の相方がどっちのネタが面白いかみんな多数決で決めてくれみたいな、でそっちのネタをすることにしようみたいなことになって、じゃあその子が俺のネタが面白いと思う人って言ったら誰もあげなくて、スカちゃんのネタが面白いと思う人って言ったら全員あげたんです。で、まあわしのネタで行くことになったんですけど、もちろんそのね
元相方のプライドもあったのか、じゃあもう解散しようみたいなことになって解散して、まあ一度も舞台には立ってないんですけど解散して、で夏場にその JCA の養成女性たちの自主ライブみたいなのが始まるんですよ。その時までにコンビ組んどかないと舞台に立てないので、っていう時に常々気になってたのが鈴木だったらしいんです。っていうのも、その塚地は24で年齢遅く入ったから、若い子たちのなんかこうテンションとまた違って斜に構えてるというか、なんか斜めに見てる感じ、面白いことってなんかこうはしゃぐことじゃないんだぞみたいな目線を持ってたので、授業とかもね、なんか講師の先生がなんか最近面白いことあった人話してみてみたいな風になるんですって。だから面白い話っていう振りと面白いことがあってとかって話してるのって違うよなみたいな風に手も挙げずに引いた目で見てたんですって。そうすると反対側に同じように壁にもたれて鼻で笑ってる人がいて、あれあの子感性一緒なんじゃないかと思ったのが鈴木さんだったらしいんです、うん、でこれで気が合うという形で声かけてみたら、なんかこう塚地がボケた時とかね、普段プライベートで なんでだよとかっていうスピードが速くて、あこいつはツッコミだっていう風になってずっと気にはかけてたらしいんです。でもまずはその友達、隣の席の人と組ん でそれが解散したからってなると、鈴木さんの方もなんか4人組ぐらいのグループを組んでたんですって。男3人の、女の子1人のグループに入ってて、でどうやらそのうちの2人があの恋に落ちちゃったみたいで、で残りその鈴木さんともう1人の子、その2人ともネタを作らない感じの子たちが残っちゃって、それまた解散ってなった時期だったんです。で、あの先輩たちのライブを見に行く日の前日に、明日鈴木さんにコンビ組もうって言おうって決めたんですって。で、あの前の日寝れないんですって。やっぱりちょっと恋愛の告白に似てる感じで、どういうシチュエーションで言おうとか、コンビ組まへんってさらっと言うべきなのか、コンビ組んでくれって強めに言うべきなのかとか迷いながらで、前日寝れなくて、当日も先輩たちのライブ見てるけど上の空でドキドキしてたらしいんです。で帰り道一人ずつあの減っていって、最後あの鈴木さんともう一人と塚地さんが残ったらしいんですけど、一人の子とあの別れたので意を決して塚地さんが、鈴木ちょっといいかなって言って、あの俺とコンビ組めへんかなと思って話になって、えーとかなったりとか、あるいはあ実は俺も塚ちゃんと組みたかったんだとか、なんとかそういうなんかやり取りがあって、よしじゃあこれから2人で頑張っていこうぜみたいな会話になるのか、あるいはごめん俺別にあの組みたいと思ってる人がいてみたいな風になってコンビを組まずに終わっちゃうのか、ドキドキしてて、でも鈴木さんはそのコンビ組んでくれへんって言った時に、あいいよって調子リガル誰でもよかったんですって。一人じゃこのままじゃ舞台出れないから誰かに声かけてもらえたらそいつと組もうって決めてたらしくて、っていうのが秘話になりますかね。あのそこからいろんな苦難があるんですけども、それは次回の講釈で、はい、というわけで、見てくださってありがとうございます。インナーマッスル、大塚レイス、サマーデイズ、バイザイマー。